に、あれ？おお。まあ、8620と北京で再会できるとは思いませんでした。なんて素敵な歓迎ボードでございましょう。君は、ああ、いや、ニーハオ、ああ。日の本語でお話しいただき大丈夫です。私、スイカは日の本語が使えます。おう。ようこそ北京へ。ウェイン・ライタオ・ベイジン。右田響女子に、右田宗哲先生に863ですね。おいじゃおじいぐ。私はスイカ。東風42000専用レールロードです。シーグアというのは、日の本語の果物のスイカと全く同じ意味で、同じ漢字だそうでございます。86？ なんでそぎゃんこと知っとうと？ああ、そっか、教官か。はじめまして、スイカさん。私は86。8620系蒸気機関車、8620の専用レールロードです。挨拶を丁寧にありがとうございます。3は不要です。私をスイカと呼んでください。では、私のことも、ただ86と。86。わかりました。では私スイカは、右田先生と右田女子と86にご紹介します。はじめまして、姜陽光と申します。中国国務院鉄道部の副部長秘書です。はじめまして、右田響です。お人よ鉄道所属の車両デザイナーで機関士、機関助士も務めています。はい、右田助手と右田先生のことは宝生助手からよく伺っています。右田先生、ナインスターズ計画のご成功、おめでとうございます。ご祝辞をありがとうございます。またこの度のお招きにも心より御礼申し上げます。こちらこそ、ご来賓を誠にありがとうございます。いかがですか？北京の印象は。そうですね。すっごい栄えた！入国審査の指紋登録は、機械で一瞬で、おーって思ったと、思いました。入国審査通過してから、この到着ロビーまでの移動も、まさかのエアクラモノレールですっごく驚きました。僕も同じく、実に見事なものだと感心しました。初期投資のコストは莫大なものになりそうですが、あれなら運用コストは極限的に下げられましょう。さすがのご計眼です。エアクラバストを選択するなら、なかなか消耗部品がかさんでしまいますからね。確かに消耗の少なそうな車体とお見受けしました。鉄輪小座敷と申しますより、そうですね、半浮上式とも呼びたくなるように思いました。しかり飛行型エアクラの技術を一部応用し、ガイドレールと鉄輪の接触を最低限に抑えています。右田先生がご敬願なら、右田先生のレールロードもやはりご敬願だ。あ、私その大変恐縮でございます。そっか、そんならレールとかに負荷のほとんどかからんけん、消耗部品のコストばめちゃくちゃ抑えられるとね。だな、初期投資がどれほど莫大になろうとも。都度のランニングコストを抑えることで回収していく。旧帝鉄がかつて目指した
前線殿下と同じ発想だな。我が中国は総人口13億強の巨大国家です。北京空港の年間利用客数も1億人を優に超えます。日の本の外国への玄関口、成田空港の年間利用客数は3500万人程度だそうです。あ、そぎゃんと違かと。日の本だって海外旅行する人も海外からのお客さんもめっちゃたくさんおるとに。そのさらに3倍か。しかも中国は広大だ。同クラスの空港もおそらく複数箇所あるのだろう。おっしゃる通りです。だけでなく、空港のない大きな都市には必ず大規模な鉄道駅が存在します。13億人とその人々の暮らしを支える物資とか、移動輸送のコストがどれほどになるか想像もできんな。やけ、都度のランニングコストを抑える言葉めっちゃ重要になってくるとね。定点間の低コスト大量高速輸送、それこそ鉄道の最も得意とすることでございます。しかりしかり。そうした必要性の高さを PR する広告塔といった位置づけになりますでしょうか、今回のこの。ああ、申し訳ありません。そこをご説明申し上げ、発想の枠が狭まることを当方は懸念しております。なるほど。中国視察と中国版ナインスターズに関する立案、その理由を探すこともまた視察の一部なのですね。はい、この依頼の背景にあるものも三木田先生たちには必ずや見出していただけるものと確信しております。ご信頼をありがとうございます。では早速視察に入らせていただきたいのですが、今のお話の流れですと。ですね。ご視察先の希望を大まかにでもいただけましたら。やしたら駅を。ということなので、駅へご案内いただけませんか。まずは生きている列車たちを見てみたい。かしこまりました。スイカ。スイカは了解しました。教師所。それではスイカは皆さんを北京駅、中国最大のターミナル駅にご案内します。驚いた。切符売り場に入るのに身体検査とパスポートチェックと手荷物検査があるなんて。あ、総鉄先生、駅施設内では写真撮影は控えた方が安全です。ん？お、中国では駅施設は保安の対象となるのです。外国人が写真撮影をすると身体検査をされかねません。ご助言ありがとうございます。控えます。空港並みのセキュリティチェックの厳しさだな。これは北京駅だけ特別に厳しいものなのですか。スイカの知るどこの駅でもセキュリティチェックはあります。その中でも北京駅は特に厳しいとスイカも感じています。どこでも、どのような地方の小さな駅でもこのような厳しい立ち入り検査を。シージオ失球、ことごとくを追求する、徹底的な原因追求という意味のようです。つまりここでは細かなとこまでちゃんと伝えようとしてくれて悩んどるいう感じ。はい、そのような心の動きで漏れてきた、いわゆるこれは独り言かと。
スイカの知る範囲で、中国には日の本的な小さな駅、改札とホームのみといった構造の駅は存在しません。改札とホームに加え、ああ、このような大規模な切符売り場が必ずあるとか。大規模というより、日の本語だと、別棟が公的な言葉かと。別棟です。どのような小規模駅でも切符売り場は、つまりこの北京駅と同じような建屋構造になります。同じような建屋構造。どの駅でも切符を買ったら一旦駅の外に出て、別の入り口からの駅本屋への再入場が必要になると。あ、素晴らしい質球です。外観とこの部屋とから建屋構成の意図を読み取られるなんて。そりゃザラッとでも書いたけんね。それにセキュリティチェックもこぎゃんと厳しかけん。うん、切符を購入後には必ず一度建屋の外に出し、駅本屋への再入場時にもう一度の安全検査を行う。なぜそのような手間をかけるのでしょう。危険物の持ち込みを阻止する確率を上げるためと、もともとは切符の転売防止の意味もあると習いました。ならば切符には購入者の個人情報が記載されることとなるのか。今の会話だけでそこまで見抜かれてしまうとは。新田先生もさすがの質球です。スイカは感服します。ああ、切符に個人情報が記されるのでしたら、改札前の再入場時の身分証提示で見比べられるのですね。それで転売防止になるし、個人情報書いてある切符誰かに売るとか、その時点でもう結構嫌よね。うん、よくできた転売防止策だとこちらが感服するが、しかしこの盛況でも元々はなのか。そういえばつまりは、以前はもっと混雑ばしとったいうことと。はい、その通りです。順番が次ですね。皆さん、パスポートを私に預けてください。あ、はい。はい。っていうか、単なる入場券買うのにもパスポートば必要。個人情報の記載ばあると。スイカの知る全ての中国の鉄道駅には入場券というシステムがありません。そうなのか。そうなのです。だから駅のホームに入って実際に列車を見学したい時などにも。お待たせしました。無事に購入できました。これは普通の切符でございますね。なるほど、こうするしか手がないわけか。見られるんなら何でもよかとよ。なら早速って、ここを出てからどうするんでしたっけ。新丹口からセキュリティチェックを再度受けて駅本屋に入って、その上で改札時間になったらホームへ入れます。その改札時間っていうのは、列車の出発のだいたい30分くらい前ですから、まだ少し待たなければなりませんね。ああ、そぎゃん仕組みなら待つしかなかとね。北京駅から通州西駅、この K1189 というのはどぎゃん意味と。それは列車番号となります。 K1189 列車はウランホト駅が終着の快速列車です。快速列車でけ。わかりやすかとね。はい、スイカもわかりやすいと思います。
中国でも快速は快速、発音は快速ですから。ほう、同じ漢字圏ならではの面白さだな。ならば特急列車もそのまま特急になるのかな。それが少しだけ違ってきます。日の本でいう特急列車は特快、特快 T 列車になります。旧蹄鉄にはないものですね、特別快速。鉄道が順調に発展していれば発生した列車種別かもしれませんが中国にはさらに特快の上の列車種別もあります。直達特快 G だ特快、これが最速の Z 列車です。特快よりもさらに停車駅が少ないのか。はい、少ないのです。その上牽引列車が東風 4D、 スイカたちの東風4の改良機で、運転最高速度は実に時速145キロにも達します。最高運転速度というのは、営業運転中に時速145キロを出す区間があるということか。そういうことです。すさまじいな、営業運転としては世界最高速ではないのか。厳密には精査しないと分かりませんが、その領域の一つであることには間違いないかと。すごかね、中国の鉄道。改良を重ねているとはいえ、東風 4D もすでに20年近く前の機関車です。機関車の新規開発はそこで中断しました。それでもほんの20年前までは新型機関車の鉄道車両の製造開発をしていたのですね。その子見れると、私見たかと。今日のこの時間の北京駅に入線しとうと。あ、はい、入線しています。東風 4D レールロードがちょうど出発準備をしています。それなら私その子のスケッチしたかと。それともし乗れるものなら乗ってみたかと。今日すぐのご乗車は諸々の手配の関係で困難ですが、できるだけ早い列車の切符を手配しましょうか。そうしてもらえるなら私は、あって、もちろん22と86次第だけど。僕も乗りたいが、北京で見るべきを逃したくもない。例えば北京に鉄道歴史館的なものがあるなら。ものがあります。中国鉄道歴史館という施設が北京の郊外に存在しています。あ、そこももちろん見てみたかとよ。中国の鉄道についてザラッとでも勉強したかけ。では明日はそこと、他にも北京周辺におすすめの鉄道スポットがあれば合わせて見学させてください。しかと受けたまわりました。スイカ、後で打ち合わせましょう。はい、教師長。スイカは後で打ち合わせます。ならばその後、明後日の朝から乗車といったスケジュールでどうだろうか。賛成。さすが相鉄様です。理想的なスケジュールではないかと。私もでは、ご無理なければそのように願いたいのですが。受けたまわりました。どのような列車でどのような目的地への乗車をご希望されますか。それは、中国の人が北京から何泊かの旅行に行くみたいな時、メジャーな旅先ってどこですか。なるほどな、帝と初で例えるのなら北海道、京都、九州といった感じの大定番の旅先か。そうですね、西安、西寧、成都、昆明、アモイ、南京、蘇州、広州、ハルビン、もちろん上海、香港なども人気です。さすが中国は広大なのですね。候補だけでも多すぎて私目が回りそうです。
ならば別方面から考えてみよう。86は中国で乗りたい列車や見たい列車などはあるか？私はもしも中国で蒸気機関車が現役ならば、その子に会ってみたいです。なるほど。では乗ってみたいの方ではどうだ？贅沢を申して大丈夫でしたら、その私、宗哲様と響と寝台列車の旅を。ああ、それはいいな。中高夜行両方の景色をやはり僕も視察してみたいと思う。ストロー、朝に出て次の日に到着するような寝台列車で、行った先で蒸気機関車を見学できるメジャーな旅行先というのが今の時点での大まかな希望となるのですが。スイカの専門は中国国鉄の線路がつながっている範囲です。その地域外のことはよし、少し調べる必要があります。今晩中になら、一晩の時間があればスイカは複数の候補地を出せます。共感ネットワークの他にも今日はタイミングよくスイカには頼れるつてがあります。ですから高確率で任務を遂行できるとスイカは思います。ではそのように。もうすぐ改札時間です。列車を観察するのでしたら早く向かった方がいいでしょう。はーい。だそうだ。いいか86。はい、私もとても楽しみでございます。はあ、ホームも綺麗、まっこと全部が都会的だな。これは実に見事だ。真新しい、そのような印象さえ受けますが。真新しいの範囲内だとスイカも思います。最新の改築工事は2004年、日の本歴だと昭和59年のことです。昭和59年って、お人よ鉄道士で申しますと、ナインスターズが初走行を果たすその2年前ですね。つまりはわずか4年ほど前の改築終了か。なんと羨ましいことだ。客車も心臓ないしは更新をなされているのですね。なんと可愛らしい子でしょうか。うん、シンプルで素敵なデザイン。素敵なデザインと褒めてもらってスイカは嬉しいです。ピーピーチュ。緑飛車は中国の鉄道の象徴です。緑飛車、緑色をしていてあなたの並び仲間、お隣にある客車というほどの意味合いです。お名前も素敵だね。日の本にもコギャン客車、イメージば統一された客車群があるとよかとね。うん、日の本であればやはり赤白か。悪くなかけど、ちょっと長旅には落ち着かなさそう。青一色とか、そんな感じ。なるほど、青もまた日の本の印象に似合う色だな。中国はこの緑、車両更新があってもずっと変わらない、まさしく中国国鉄の伝統色です。うん、私もソギャン感じる。詳しくなかけど、人民服とかもコギャン色やね。ああ、うん、なるほど。まさしく極めて身近な旅の仲間であり、旅の隣にある客車なのだな。そうです、旅の隣にある客車です。もっとも今は人民服は
あまり着る人もいませんけれど。ああ、確かに。今日の乗車は困難ってことは、この子に私たちが乗るってできないんですか？入って中のスケッチをする程度でしたら大丈夫かと。ですが、そのまま乗車すると戻るのが困難になります。そんなら私ちょこっとだけ中身見てくる。スイカ、ご案内を。はい、教師長。スイカは右田女子のご案内をします。あ、私も参ります。例えば寝台列車にも普通客車は編成されますよね。ご明察です、右田先生。その時にゆっくり後座車の様子も確認いただけます。後座車、硬い座席の車両と書きます。その他に難賀車、高賀車、食堂車が編成されるのが長距離列車では一般的です。ああ、難賀高賀の賀は伏戸ですか。柔らかな寝台と硬い寝台。ご明察です、右田先生。もっとも一番大きな違いは個室型であるか開放型であるかとなりますかと。なるほど。それぞれのより詳しい特徴を教えていただけますか。難賀車は一区画がそれぞれ二人用個室となります。二段ベッドとその向かいの二人掛けのソファーです。それはすごい豪勢ですね。一方、高賀車は一区画の両面がそれぞれ三段寝台となりまして。三段寝台、まあまあまあ、なんと懐かしい響きでしょう。おお、戻ったのか。楽しい視察だったようだな。はい、雑然とにぎわっておりました。お声掛けして人をかき分けないと通路も通りづらいほどの様子で。はあ、旅へと向かう熱気ではなく、日常の普段のことの少し空いたような気だるいけれども高まりも混じる空気。駅弁の匂いにお酒の匂い、赤ちゃんの泣き声、笑い声、異国の言葉のなのに懐かしいにぎわい、ざわめき。ああ、あの子、スイカは耳がよろしいのですね。教官で私が聞くより多くが伝わってくるのです。多くの音がか。客車の床鳴り、連結部分の歩み板が立てる小さなきしみ、牽引の機関車の発電機の音とモーターの音。モーター？ああ、ならば東風4という機関車は、ディーゼルエンジンで発電機を駆動、発生させた電力でモーターを回して走る電気式ディーゼル機関車ですね。なんと、そのような形式の機関車が何十年も前から実用化されていたのか。日の本と蹄鉄とは全く別の選択をして、全く別の鉄路が中国では伸び生きたのですね。ああ。けれど同じく感じもします。かつて華やかなりし頃の皆様の暮らしの一部であった、今は懐かしき蹄鉄を。お前が愛し、お前が生きた鉄道か。あら、宗鉄様、私は今も生き生き生きて鉄道を愛しておりますよ。ああ、うん、そうだな。目指さねばならんな、僕らのお人よ鉄道も。より深く、より広く、人々の暮らしと共にあることを。もうすでに正しく目指しておられますし、そのように進まれておられますよ。私、保証いたします。そうか、なんとも心強い。
響きは、響きとスイカはどうしたのだ。車内の様子を一通り描きました後、機関車もスケッチしたいと申しまして、スイカと一緒に。機関車をスケッチ？それは良くない。ニーニー、ニーニー、響き、ニーニー、助けて。響き、待って、ここは任せてください。必ずすぐにお手元に戻します。ひとまず彼にスケッチブックをお渡しください。響き、ここは異国だ。僕らはしきたりを理解していない。今は京さんに任せて。わかったと、ニーニー。教師者に任せておけば大丈夫です、右田女子。大丈夫だ、響き。怖かったな。大丈夫だ、大丈夫だ。びっくりしたな。怖かった。だがもう大丈夫だ。何の心配もない。ごめん。ニーニー。私、夢中になって。それで。見て描くことを響きは求められているんだ。それを果たしていただけだ。響きは何も悪くない。逃げた女子は何も悪いことをしていないです。準備、調整不足はスイカの失点です。いいや、当日いきなり駅を見たいと要望したのは僕らの方だ。調整不足にならない方がおかしい。少なくとも近畿に当たること、安全に関わることは勉強して渡航をしなければならなかったし、地上と言ったか。それが完全に不足していた。すまなかった。スイカにも京さんにも、当然の職務を果たしているであろう彼にも迷惑を。迷惑なことはありません。これはただの行き違いですし、ここからの出球で改善につなげられるとスイカは思います。であれば良いのだが。随分とお話がこじれている様子ですね。いや、大丈夫だ、響き。時間をかけているのはおそらく、より穏便に事態を済ませるためであるかと思う。シゴ？シゴ！ジーフェ！竜士官様とおっしゃる機関士の方だそうです。スイカのマスターの方だと。なんと、スイカのマスターか。日の本の先生たち、申し訳ないです。すぐ話をしてきます。すみません、ありがとうございます。いえいえ、お役に立ててよかった。京さんもスイカちゃんもありがとうございました。私、次からはちゃんと聞いてから動くようにします。大丈夫です、無問題。問題なく全部がきれいに解決しました。スイカはスイカの最善を尽くしていました。細かなことをフォローするのが当方の職務です。全うしきれず申し訳ありませんでした。改善します。そんな。ああ。注意警告まではできても、レールロードには人間を制止することができない。あ
僕たち人間組にそれぞれ足りない点があった。今回そうした点がこれほど早期に浮き彫りにできた。スイカの言の通り、今回は何の損失もなく問題解決できた。ならばこれを期間とし、書店の改善、今後の出級に役立てればいい。いい返事だ。士官さんとお呼びしても。さんは不要です、右田先生。僕は見ての通り若輩者です。呼び捨てにしていただければ。それもどうかと。では差し支えなければ士官君で。僕らのことも姓ではなく宗鉄、響と。わかりました、宗鉄さん、響さん。レイルロード86もよろしくお願いします。私にまで丁寧なご挨拶をありがとうございます。よろしくお願いいたします、士官様。士官君、助けてくれてありがとうございました。助けたのは僕ではなく、この制服です。保安員さんは中国国鉄のための仕事をしています。だから事情の説明には制服がとても役に立ちました。逆に私にはその制服がなかったので。なるほど、さらに相手の立場を重んじたなら確かに相当に面倒でしょうね。ご理解いたみ入ります。士官君はスイカから話を聞いているようですが、宗鉄先生、響助手にはご紹介が必要ですよね。そうですね、いただけましたら。こちらは劉士官君。先任である彼のご夫君を引き継ぎ、レイルロードスイカのマスターとなった機関士です。劉士官です。日の本語はスイカに習いました。日の本語で初めて話す日の本の方がお二人で、僕はとても光栄です。こちらこそ光栄です。改めてよろしく頼みます、士官機関士。よろしくお願いします、士官機関士。助けていただき本当にありがとうございました。ああ、そのからこまられると僕が困ってしまいます。ん？あ、士官、かしこまられる。シェシェ、かしこままれる。ん？かしこまむらる。本当に困らせているな。すまない。ならばかしこまるのはやめよう。いいな、響き。うん、わかったと。じゃあやり直して。ありがとう、よろしく、士官君。はいです、宗鉄さん、響さん、よろしくです。瑞皇。士官君の制服は視察の大きな助けとなると学びました。ですので先生方に異論がなければ同行をと思いますが。僕としては大歓迎だ。響と八六は？そぎゃんしてもらえるなら心強かと。よろしくお願いいたします、士官様。決まりだな、よろしく頼む。それでは先生方をホテルにご案内いたします。荷物を下ろしてお休みいただき、お食事にご案内します。わかりました、よろしくお願いいたします。すみません、食事と聞いて腹が鳴ってしまいました。ご期待に添えると思いますよ。あ、好き嫌いをお伺いしていなかった。宗鉄先生と響助手の口には北京ダックは合いますでしょうか。